はい、こんにちは、長安です。今回はですね、天気風の予報が悪かったんですけどもね、ちょっとね、撮影に行かないともうネタがないということで、無理して行ってきましたけども、はい、結果としてね、いい釣りができて、この日はね最高の一日になったんですけども、ここの場所はね、最近ね、仲良くしていただいている、TikTok の、ライバーさん、ね、最近仲良くしていただいている方に、この釣り場を教えていただいて、結構ね、推しが強かったんで、あ、よっぽど場所がいいんやろうなと思って、これは行かなあかんと思って行ってきたんですけどもね、結構ねサイズも良くてね、うん、数もね結構釣れて良かったですね、ここはね。で、場所のね名前はね知ってたんですけども、竿を出したことない、釣りに行ったことなかったんで、結構気になってた場所ではあるんですね、うん、で一度行ってみたいと思ってたんで、とりあえずね、行ってみようってことで行ってきましたけども、釣り始め、棚をね調べるね、棚調整から入るんですけどもね、私の場合ね団子に針を包んで、団子で棚をね測るという方法を取ってるんですけども、とりあえずね1本半から、スタートして、浮き沈んでいく、あれ深いな、竿2本ぐらいね、10メーターぐらいで、それで投げて浮きが沈んでいく、あれ深いな、で、一広ずつね深くしていく、まだ沈む、まだ沈む、結局ね最終的にはね15メーターぐらいありましたね、ここはね、15メーター以上あったかな、うん、めっちゃ深いんですよ。で、その潮の流れもね結構複雑で速くて、潮がね速く流れてる時はね、もう浮き止めの位置ね、棚調整、竿、4本か、だから20メーターぐらいのところにね浮き止めが来る、そんな設定になってましたね。ちょっとね、ここ最近こんな深い釣り場っていうのはねなかったんで、ちょっとね、合わすのに手こずりましたけども、まあね、釣れ出すと、まあね、釣りのねパターンっていうか、この持っていき方っていうのがね、こうみるみるこう分かってくるというかね、手に取るように、こうやな、ああやなっていう風に、ね、なってくるんで、やっぱりね釣りってね釣れないと方向性が見えないですよね、うん、で釣れてると、ね、割と方向性が見えてきて、うん、で、釣れてたのに釣れないと、あ、なんか間違ってるんだなっていう風にね修正をかけていけるというね、そんな感じでね、この日はね、浮きを変え、棚を変え、いろいろやりましたけども、まあまあ最終的にはね、こんな感じかなっていうね、そういうね、方向に持っていけたかなと思いますね。この日はね浮きも普段ねほとんど使うことがない、根浮きね、超根浮きの、太い方の一番大きいやつ、うん、そのサイズがね四軸で使いましたね。で、長安浮きもねM サイズも使ったんですけども、L サイズね、一番大きい L サイズが主軸になりましたね。で、潮がね、早すぎるとやっぱりね、根浮きの方がね、潮を切ってくれるんでやりやすかったですね。で、潮がね、割とね、釣りやすい状況になると長安浮きにチェンジするという、そういう感じでやっていきましたね、この日はね。まあ、なんせね、水深が深い割にね、潮が早いんですよね。おまけにこの日はね、どえらい風が吹いたんですよね、お昼過ぎぐらいからかな、うん、もうね竿がね吹っ飛びそうなぐらいの、風が吹きまして、一時ねもうね釣りできへんなみたいな感じでね、で風が吹いてからもう釣りがね困難になったんで、お昼ご飯を食べたんですけども、お昼ご飯もね、落ち着いて座って食べれない状況でしたね。風が強すぎてね立って食べないといけない、そんな感じのね天気だったですね、この日はね。まあまあ普段ならね
この天気では釣りには行けへんかな、まあまあネタの確保ということで、無理にねこの日は行ってきましたけども、はい、まあまあね、順調に釣れておりますけども、この日はね、これね、YouTube の撮影でね、ライブ配信もやりましたけどもね、どちらもね結構ね楽に撮影できましたね。でね、夕方にね、うん、多分ええ感じで入れ食いになるだろうという感じで思ってたんで、うん、まあまあサイズもねこんなようにねいいサイズが揃ってましたけどもね、うん、夕方にいいサイズがねバンバン釣れるであろうと思う感じがしてたんで、夕方ねライブ配信をつけて、ライブ配信に来てくれる方にね釣れるシーンをねお見せしたいということで夕方ねライブ配信しましたけども、この日ねこれ天気が悪くてね気圧の関係なんですかね、もう夕方ね全然食い気がなくなってね、もう的外れというかね、もう思ってた状況にならなかったんですよね。でね、この辺ね、冬場っていうのはねこの、気圧の変動っていうのがね、うん、冬場はね血ぬ、まあまあ血ぬだけじゃないと思いますけどね、魚の食いにね、ダイレクトに影響を及ぼすんで、冬場ね、うん、低活性時っていうのはね今までねそこそこいい釣りができた時を見返してみると、やっぱりねカラッと晴れた天気のいい日がよく釣れてますよね冬場はね、うん、でやっぱりね曇ってる日ね、気圧の変動が激しい日、あと風が強いとかね雨降ってるとかね、うん、そういう時はね手こずってあんまり釣れないという状況が多かったように思いますね。だからね冬場はね、できるだけね、天気の安定した日、うん、高気圧が張り出した日ね、うん、そういう日に行けばいい釣りができるかなと思いますね。まあまあねこれね、もうシーズンも終盤に入ってラストスパートを、まあ、そろそろしてね、いい釣りをね固めて、うん、いい釣りしてね、うん、シーズンを終わりたいなと思ってるんですけどもね、今年の12月はどうなりますかね、うん、まあまあね、例年ならね9月10月に、台風が接近して、海の中をねかき混ぜてくれるんですけどもね、今年はねそれがなかったんでちょっとね12月、まあまあ1月ぐらいまでかな、今年に限って言うとどうなるかちょっと読めないなっていう感じでは思ってるんですけどもね、はい。で、大阪湾に限って言うと今年ね台風がね通過しなかった、かき混ぜてくれなかったということで、本来釣れるべき時期ね、9月10月、もう11月中頃までかな、もう大阪湾にはね不調が続いててね、まあ釣れるんですけどもね数が伸びない、ね、小さいのが多い、まあ小さいのが多いんはね、秋口は例年そうなんですけども、まあ数が出ない感じでしたね大阪湾ね。でここへ来てね、11月後半ぐらいになってぼちぼち、いい兆しが大阪湾も見えてきたんですけども、はい。でこちらはライブ配信の時の映像を使わせていただいてますけども、はい、まあまあね、ライブ配信中はねこのようなね、臨場感のある配信が、できておりますのでね、興味のある方はねまだ見に来ていただければありがたいかなと思いますけども、はい、まあね、ライブ配信なんで、見てる方たちも、ね、釣りをしてる感覚でね見ていただけるかなと思ってね、この YouTube とこのライブ配信とね、両方ね、釣りに行けばできる限りやっておりますんでね、はい、まあまあこれね、ライブ配信中はねこうやってねできるだけね、見に来ていただいた方たちに、状況が分かるようにね、トーク力はあまりね自信はないんですけども、皆さんに見ていただけるようにね、頑張って喋っておりますんでね、はい、ちょっとサイズダウンしたけど
ちょっとサイズダウンって言ってますけど、深いからね、今の見えましたかね、お尻からちょっとね、浮き袋がね、はみ出してる、そんな状況ですね。一気にね、巻き上げてくるので、ね、巻く、そうなんや、やっぱりそんな感じだ、はい、もうね、一生懸命喋っておりますけどもね、うんはい、まあね、ライブ配信も見に来ていただけたらね、多分ね、面白いと思いますんでね、うんはい、これサイズ A で、多分、うんまあ、サイズ A でとか言ってますけども、はい、うんで深くって、チヌの、ね、馬力もあったんでね、結構引いて、この日は面白かったですよ、はい、でこの日はね、開始1時間ぐらいで釣れたんかな、1匹目がね、はい、1枚目がね、でまあね、1枚目が釣れるまでっていうのはね、釣りがわからないんでね、とりあえずはね、団子の割れが浮きで確認できる棚で釣ることが多いんですけども、まあね、1枚目はね、あ、割れたって感じで、棚は多分ね、切れてたと思うんですけど、その状態で釣れてきたんで、それで釣れる時っていうのはね、1日通してまあまあいい釣りができることが多いんで、うん、でまあまあね、釣れた時間帯もね、釣り開始1時間ぐらいで釣れたんで、うん、まあね、今までの経験通りにいい釣りがこの日はできたという感じですね。まあ朝ね、これね、到着してからね、到着時はね、結構雨降ってたんですよね、この日ね、うん、で、到着してから雨が上がるまでね、車の中でね、朝ごはん食べてなんかね、その携帯を触っていろんなとこ見に行って、うん、お疲れ様です。車の中でね、ごそ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 してましたけど、釣れたね今、うん、だからね、釣り開始したのはね、8時前ぐらいやったんちゃうかな、うん、結構ね、雨上がるの待ってましたよ、車の中で、はい、めっちゃ良い、ね、まあね、深いんでね、うん、結構よう引くんですよね。来た来た来た、言うてたら来た。まあまあね、この時期にはね、珍しくてね、サイズが揃ったっていう感じでしたね、うん、まあまあ秋口はね、小さいね、手のひらクラスからね、30センチないようなやつがね、たくさんね、混ざってくるんですけど、うん、この日はね、まあまあ場所なんかな、よかったですね。昼間ぐらいはね、黄色のね、そう、あのね、この日はね、ちょっとね、ボケがね、手に入らなかったんで、冷凍して、自宅で、保管してたね、ボケをね、持って行ったんですけども、ボケの杭がね、いまいちだったですね、この日はね。まあまあ、冷凍ボケだから、杭が悪かったのかもしれないですけども、加工のオキアミで、黄色いね、加工したオキアミ、うん、で、生のね、ブロック状のオキアミを使ってやりましたけども、はい、まあボケではね、針は取られて風が多かったんですけども、まあ、うん、チヌは釣れなかったですね、この日はね、うん、全部オキアミでしたね、はい、で、そろそろね、終わりの時間が近づいておりますけどもね、よし、オッケー、まあ後半夕方ですかね、はもうね、杭が悪くなって生のオキアミで釣ることが多かったかな、はい、これがね、1枚目に釣れたチヌですね、一番大きかったですね、1枚目に釣れたやつが、これ47センチありましたね、で大体ね40センチ前後がこの日は多かったんで、1日ね、楽しませていただきました、はい、まだね、ここも行ってみたいんですけども、多分、いい釣りができたんで、もういいかなっていう感じで、俺は来年かな、ここにまた行くのはね。はい。で、今日はね、この辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。